なあ、人肉館に行かないか？夏休み、私は休みを利用して、久しぶりに実家のある長野県へと帰ってきた。普段は東京で働いているのだが、実家は山あいの町。気温は高いが、湿度は低くて蒸し暑くない。左右にはアルプスが走り、絶景を作り出している。都会に比べ、とても快適な気候と久しぶりの故郷に嬉しさを感じながら、私は実家へ向かった。どうやら家には誰もいないようだ。自営業の父と母は今働きに出ている。兄弟もどこかへ出かけているようだ。私は居間に腰を下ろし一息つこうと考えたが、先日までの仕事の疲れと朝早く家を出たことが重なってか、極度の疲れを覚えて家族の帰りまで少しの間眠ることにした。ややあって電話の着信音で私は目を覚ました。私の帰郷を知っている友人からの連絡で、要件は晩ご飯の誘いだった。久しぶりに実家に帰ってきたこともあり、家族と食事をとりたいと思っていたが、やはり友人と会えるのは嬉しい。私は二つ返事で誘いに乗った。電話を切り、時計を見ると、時刻は18時を回っている。だいぶ寝てしまったようだ。夕日が部屋の中をオレンジ色に染めている。眩しくて目がうまく開かない。相変わらず、まだ誰も帰ってきてないようだ。顔を洗って、母に食事に出ることをメールで伝えた。身支度を整え、私は車で友人の家に向かった。到着して呼び鈴を鳴らすと、ドアから懐かしい顔が覗いた。久しぶりに会った友人と他愛のない会話をして、その後、近所の食堂へ行くことになった。思い出話や最近の状況をお互い話しながら食事を済ませ、そろそろ店を出ようとしたとき、友人が顔をワクワクさせながら言った。なあ、人肉館に行かないか？人肉館とは、地元にある心霊スポットのうちの一つだ。それは町外れにある温泉街から少し山を登ったところの廃墟で、噂では昔焼肉屋だったが経営難で資金繰りがうまくいかず、店主が人を手にかけ人肉を商品として出していたという場所だ。地元では割と知られている話だが、私の周りでそこを訪れている人はいなかった。はじめは乗り気ではなかったが、友人のしつこい誘いと、オカルトがまんざら嫌いでもないこともあって、行ってみることとなった。時刻は21時を回っていた。ネットで、人肉館の場所を調べ、私の車で早速向かった。車を走らせること30分、人肉館がある山のふもとまでたどり着いた。山の入り口にはなぜか鳥居があって、その奥に道が伸びている。車のヘッドライトをハイビームにしても、鳥居から少し先は全く見ることができない漆黒の闇だった。地図では人肉館はここから少し進んだところにあると示されている。幸い車は通れそうで歩いて登る心配はないようだ。私は慎重に車を進めた。
先が全く見えない恐怖と、これから行く場所への恐怖がアクセルを緩める。道はとても狭く、再び下ってくるには奥にあるスペースで U ターンをするしかない。この視界だ。バックで下ることは朝を待たない限り到底無理だろう。曲がりくねった坂道を登っていくと、左側に今まで生い茂っていた木がなくなり、建物が見えてきた。建物の横で私は車を止め、助手席の友人が懐中電灯で建物を照らす。かなり大きな建物だ。一面白い壁だが、苔が至るところについている。そして、以前は看板がついていたのだろうか。金属のフックが錆だらけになっている。目の前にはロビーのような広いスペースが広がり、ガラスがところどころ散らばっている。以前は一面ガラス張りで、中の様子が外からでもわかるような作りだったんだろう。そして奥には机や椅子がめちゃくちゃに壊されて散らかっているのが見える。おそらくここが人肉館だと確信する。私は車のエンジンを切った。エンジンを切ると静寂がさらに強くなる。虫の声すら聞こえない静まり返った森の中、車のヘッドライトを消すのが怖かった。真っ暗な森の中にたった二人、言いようのない恐怖に包まれる。私は意を決してヘッドライトを消した。ここから頼りになるのは二人が持っている懐中電灯だけだ。腕時計を照らして時間を確認すると22時を回っていた。人肉館に入る方法は入り口らしきドアもあるが、ガラスが割れているため正面ならどこからでも入れそうだ。しかし建物の左右は木が生い茂るように生えていて、とても建物の横を通って奥へ行くことはできない。友人が先頭を切って中へ入っていく。床一面にゴミが散らかり、壁には以前訪れた人が書いたのであろう落書きが至るところに書かれている。それにしても怖い。懐中電灯しか頼れる明かりがなく、懐中電灯を次の場所へ移したとき、そこに何かいるんじゃないかと考えてしまう。入り口から入り、少し奥に進むと厨房に入った。調理台は錆に覆われ、天井は蜘蛛の巣に覆われている。包丁などの調理器具は何も置かれていない。ここも入り口と同様にカップ麺などのゴミが散乱している。奥にいる友人が私に懐中電灯を向けて、こっちへ来いと合図をした。どうやらさらに奥に続く道を見つけたようだ。ヒンジ一つでつながっていて、今にも取れそうなドアを開けた私たちは奥に続く廊下へ出た。5メートルくらいだろうか。頑丈なドアが行く先を阻んでいるのが見える。しかもその扉は南京錠で固く閉ざされているようだ。腕時計を見るともうすぐ23時を回るところだった。南京錠もついていて時間も深夜。私はもうこの辺で引き上げたいと考えていた。しかし友人はどこで拾ってきたのか、鉄でできた棒を南京錠に挟み込み、テコの原理で南京錠を壊そうとしている。やめろと言いかけた時だった。金属が壊れるパキンという音があたりに響いた。
私は無意識に周りを見渡す。今の音で誰かがやってくるのではないかと思ってしまう。友人は再び私に向かってこっちへ来いと合図をしている。私はため息をつきながら友人の元へ向かった。頑丈な扉の先にはさらに奥に進む廊下と上の階へ続く階段があった。今まで施錠されていたためか、これまで散乱していたゴミはなく、物も壊されていない。まさか焼肉屋の奥がこんなに広いと思っていなかった我々は、若干戸惑いを覚えたが、友人はさらに進もうと促してくる。だが、もう夜も遅い。私は友人に、ここからは二手に分かれようと提案した。友人も今の時間を知ってか、私の提案にしぶしぶ賛同した。それぞれ一通り見て回った後、またこの場所に集合することとし、友人はこのまま奥の扉の先へ進んで、私は二階を見ることとなった。暗闇の中から階段を見上げる。階段は五段ほど登ったところで右に折れている。その先はどうなっているんだろうか。誰かが立っているのではないだろうか。そういった思いが一歩を遅らせる。ガタン！思わず叫び声を上げそうになった。どうやら友人が先に進んだようだ。私も意を決し階段に足を運んだ。幸いにも階段を曲がった先には誰もいなかった。階段を登ったところにはドアがあって、私はそのドアを開けた。懐中電灯で周りを照らしてみる。事務机がいくつか並んでおり、黒板やホワイトボードが壁に取り付けられている。どうやら事務所のようだ。さらに奥の壁は一面ガラス張りになっている。私はガラスに近づいて下を覗いてみた。どうやらここから一階が見渡せるようだ。一階はとても広い部屋で、天井はガラス張りになっている。そのおかげで月明かりが差し込んでいて、広い部屋をなんとか見渡すことができる。それにしてもかなり広い。学校の体育館ぐらいありそうだ。目につくものといえば、巨大な機械が数台と、藁のような草がたくさん落ちている。また、中央には円形のスペースがあって、それを中心に柵で作られた囲いが何個も設置されている。よく目を凝らしてみると、中央の円形のスペースに何か四角い巨大な箱のようなものが置かれている。ここからではそれ以上見ることができない。私はしばらく考え、この部屋が何を目的として使われていたのか分かった。おそらく食肉の加工でもしていたんだろう。柵で作られた囲いに牛や豚を入れて育て、真ん中のスペースで解体していたに違いない。そして捌かれた肉の一部が料理として出されていた。噂があっていれば、きっと人もここで解体されていたんだろう。そう考えると、不気味さが一層強くなった。そんなことを考えながら下を見ていると、明かりがちらちらと動いているのが見えた。友人の懐中電灯だ。友人は大型の機械の付近を歩いている。でもしばらくすると機械の影に入ってしまい見えなくなってしまった。その後私は今いる部屋を一通り見て回り、
元来た階段を降りて友人の帰りを廊下で待った。どのぐらいの時間が経ったのだろうか、友人はまだ戻ってこない。いくら広い部屋でもそろそろ戻ってきてもいい時間である。友人の身に何かよからぬことが起きたのだろうか。私は懐中電灯を再び構え、友人が入っていったドアを開けた。先ほど上から見ていたので、だいたいどのような構造になっているのかはわかるが、実際に床に足をつけてみるととても広い。入ってきたドアから通路が奥まで続き、その行き先に上から見た円形のスペースがあるはず。その途中、通路を挟むように大型の機械が置かれている。大きな声を出して友人を呼べばすぐ見つかるかもしれないが、周りは静まり返っていて、なぜか声を上げることができなかった。仕方なく周りを注意しながら足を進める。もしかしたら友人がどこかの影から私を脅かすため飛び出してくるかもしれない。歩くたび足元にある藁が擦れて、ザッ、ザッザッザッと音が鳴る。入り口から伸びている通路を少し歩いた。もうすぐ、二階から見えた円形のスペースが見えてくるはず。予想通り少し歩くと円形のスペースが見えてきた。そして二階からはよくわからなかった四角い物体も徐々にその姿を現した。歩くたび鮮明になっていく四角い物体。それの正体に気がつくまでさほど時間はかからなかった。四角い物体は巨大な冷蔵庫だった。家庭用のものではなく、業務用の大きな冷蔵庫がポツンと置いてある。なぜこんな場所に？あまりにも不自然である。このような場所では不自然に感じるものほど恐怖を覚えるものはない。私は冷蔵庫に近づいてみた。冷蔵庫は錆だらけでとても動きそうとは思えない。取っ手に手をかけて手前に引いてみる。だが鍵がかかっているのだろうか、扉は開かない。しばらく押したり引いたりを繰り返してみたが、扉が開くことはなかった。私は再び友人を探そうと、先ほど2階で友人を見失った大型機械の方へ向かうため、冷蔵庫へ背を向けて数歩歩いた。その瞬間、突然の轟音に体が硬直する。どこから聞こえてきているのかはすぐに察しがついた。真後ろにある冷蔵庫だ。もう壊れているだろうと思い込んでいた冷蔵庫が、すさまじいファンの音を響かせながら動き始めた。私は意を決し振り向いた。足はあまりの恐怖で震えが止まらない。もう何が何だかわからなくなってきた。なぜ急に冷蔵庫が動き始めるんだ。数十秒、轟音を発する冷蔵庫をただ呆然と眺めていると、やがて音は止んだ。そして、冷蔵庫のドアが開いた。重く鈍い音が部屋に響き渡る。ドアはゆっくりと開いていき、その奥に隠されていたものをさらけ出していく。見慣れた目、見慣れた鼻、見慣れた口、見慣れた顔だ。
友人の首がそこにあった。友人とは中学からの付き合いである。中学時代はほとんど毎日登下校を共にしてたくさん遊んだ。高校大学はそれぞれ別の学校へ進学し、その後友人は地元の企業へ就職。私は東京の企業に就職した。お互い違う場所に住んでいても、帰郷した時には必ず一緒に酒を飲みに行く。何でも話し合える大切な友人だ。そんな友人の首が開かれた扉の奥に置いてある。両目から血が流れ、黒目は左右別の方向を向いている。そして口からは蛇のように長い舌が飛び出ている。おそらく切り取られて口に加えさせられているのだろう。私は失禁した。そして震えが絶頂に達した足は私の体重を支える力を失い、私はその場にへたり込んだ。ただただ悲しみに暮れて、呆然とすることしかできなかった。そして、カシャン、カシャン。どこからともなく金属の擦れる音が聞こえてきた。どうやらその音は冷蔵庫の奥、月明かりが届かない闇の中から聞こえてくる。私は懐中電灯をその音へ向けた。光の中から徐々に何かが現れてくる。ゆっくり、ゆっくりと。それはとてつもなく長い包丁を両手に持ち、血だらけのエプロンと手袋をつけた男と、真っ赤な血に染まった友人の服を着た女だった。女の手には人の腕が握られている。男が両手に持っているのは牛の首を斬首するための包丁なんだろうか。錆びきっていて血がこびりついている。男は笑顔でその両手に持った包丁をしきりにこすり合わせている。女が持っている腕には友人の腕時計が巻かれている。女はその腕時計を狂ったように外そうとしている。彼らは私に友人を失ったことに対して悲しんでいる時間を与えてはくれなかった。男が両手の包丁を振り上げながらこちらに向かって走ってくる。殺される。私は立ち上がって全力疾走で今来た道を走った。一度も振り返ることをせず、ただただ出口へ向かって走った。後ろからはガシャンガシャンと物が壊される音と叫び声が聞こえてくる。走りながら私が聞いた言葉は、いただきますという言葉だった。男はその他にも意味不明なことを叫んでいる。出口から飛び出し車に飛び込んだ。震える手を押さえながらイグニッションを回す。すぐにエンジンがかかり、私は車を走らせた。山のふもとには、どこかで展開しないと戻れない。私は山を登った。曲がりくねった山を登っていくと、やがて霧があたりを覆ってきた。霧のせいで、ほとんど視界はゼロに近い。やむを得ず速度を落とし、展開できるスペースがないか、あたりをよく見回す。見回しながら車を進めていくと、この道の終了を意味する鉄製の丈夫な門が現れた。門には鎖が何重にも巻かれていて、たとえ車で突っ込もうとも開くことはできないだろう。それを見て私は車を止めた。そして友人のことを考えて泣いた。泣きながら窓の外を見る。
私は携帯電話を取り出し、母に向けてメールを打った。ごめんね。お母さんごめん。やっぱり東京に戻るよ。ちょっと野暮用ができちゃってさ。お母さんの作ったご飯、久しぶりに食べたかったけど残念だな。また来るからね。本当にごめん。送信を終え、私は携帯電話を閉じる。そして、先ほどから私の横に立っていた男は、私が携帯電話を閉じるのを見て、車の窓ガラスを叩き割った。今はもう廃業していますが、私の母方の実家は島根で養鶏場をしていました。毎年夏休みには母親と姉、弟、私の4人で帰省していました。父は仕事が休めず、毎年家に残っていました。母の実家は大地郡というところで、よく言えば自然豊かな日本の原風景が広がる土地。まあ、はっきり言うと田舎です。そこでいつも一週間ぐらい滞在して、おじいちゃんとおばあちゃんに甘えながら楽しく遊びました。田舎のことですので、おじいちゃんもおばあちゃんも朝がとても早く、夜がこれまたすごく早い。朝4時頃には起きて、一番鳥が鳴く前に養鶏場の鶏に餌をやり始め、そのまま糞を取ったり、卵を回収したり、孵化器を見たりと作業をしつつ、畑の手入れをし、夕方の5時頃には作業をやめて夕食。そして夜の7時頃には晩酌のビール片手にうつらうつらし始めるのです。自然と私たちも夜の8時頃には布団に入るのですが、そんな早くから寝られるものではありません。布団の中でその日行った川での出来事や、明日は何をしようかなどと考え始めると、目が完全に冴えてしまい、眠れなくなりました。夜中、真っ暗な天井の梁を見るともなしに見ていると、私たちのいる居間の隣、おじいちゃんたちの寝ている、六畳間の襖が開く音がして、廊下をギシギシと誰かが歩き、玄関を開けて出て行きました。そのまま夢うつつでぼーっとしていると、しばらくして柱時計が、ボーン、ボーン、と12回鳴りました。ああ、もうそんな時間か。すると、その後5分ぐらいして、玄関の開く音がし、誰かがサンダルを脱ぎ、廊下をまたギシギシと歩き、6畳間へ入っていきました。おじいちゃんかおばあちゃんが、鶏の様子か畑の様子でも見に行ったのだろう。そう思い、あれこれ想像しているうちに寝たようで、気がつくと朝になっていて、みんなもう朝ごはんを食べていました。夢うつつの状態での出来事だったので、夢かもしれないと思いましたが、その日の夜、また眠れずにいると、やはり同じように、夜中に誰かが外に出て、同じようにしばらくして戻ってくるのです。次の日も
またその次の日も、どうやらその誰かは毎晩11時30分に出て行き、0時5分頃戻ってくるようです。昼間、姉と弟に聞いてみても、二人とも全然気づいていない様子でした。大人のすることには何でも興味があった頃のことです。私は誰が何をしているのか見てみたいと思いました。5日目、昼間あまり騒がないようにして体力を温存し、眠らないようにしてその誰かの後をつけることにしました。これまで毎晩眠れなくて困っていたのに、眠らないようにしようと思うと、今度は眠たくなるもので、危うく寝過ごすところでしたが、なんとかその誰かの気配で目を覚ますことができました。気配が玄関を出ていくのを待って、私も玄関へ行き、サンダルを履いて外に出ると、おじいちゃんが、母屋から50メートルぐらい離れたところにある、孵化室の中へ入っていくところでした。孵化室というのは、鶏の産んだ卵を孵化器で温めて返し、生まれたヒナをある程度まで育てる専用の建物で、おじいちゃんは、孵化室と呼んでいました。私もそーっとおじいちゃんの後に入ってみると、中は照明がついておらず、孵化器の中から漏れるひよこ電球のぼんやりとした赤い光だけが灯っていました。薄暗いというか、こたつの中のような赤暗い中で、おじいちゃんはすごく真剣な顔で孵化器の中を覗いていました。そしてたくさんある卵の中から三つほどを取り出し、卵から顔を背けると、いきなりブリキのゴミ箱の中に叩きつけました。私はびっくりして、何してんの?と、大声で言ってしまいました。おじいちゃんは私以上にびっくりした様子で、倒れるんじゃないかと心配になるくらいの形相でしたが、私だとわかると安心したのか、全身の力が抜けたようになって、なんじゃ、坊か、びっくりさすなや、と、苦笑いを浮かべました。私がもう一度、何してるの?と聞くと、おじいちゃんは、悪いのを取ってるんよ。と言って、また、孵化器の中を覗き始めました。私はそれまでに、帰る前のヒナを間引くなんて聞いたこともなかったので、ひよこに悪いのがいるの?と聞きました。おじいちゃんは、ほうよ、虎にゃ大変なことになるんよ。と言って、孵化器の中からまた一つ卵を取り出しました。私は卵をよく見ようと覗き込みましたが、おじいちゃんが慌てた様子で、こりゃ、見ちゃダメじゃ。目がつぶれるぞ。と言って、すぐにブリキのゴミ箱の中に卵を叩きつけてしまいました。私が見た卵には、中からヒナがつついたのでしょう。大きなひびが入っていて、もうじきヒナが帰りそうな様子でした。ゴミ箱の中がどうなっているのか、容易に想像ができたので、見たいとも思いませんでしたが、おじいちゃんは私の目から隠すように、すぐにゴミ箱に蓋をしていました。
その時、ゴミ箱の蓋に何か白い紙のようなものが貼ってあるのが見えました。なんだろうと思っていると、おじいちゃんが腕時計を見て、0時を回ったけ、今日は終わりじゃ。もう、帰って寝ようや。と言って、すぐに、孵化室から出ようとしました。私も夜中に、こんなところへ一人で残されるのは嫌なので、慌てて孵化室を出ました。その時、孵化室のドアの横に、何か、おもちゃのようなものが見えたような気がしましたが、もう眠いし、ちょっと怖くなってきたので、次の日見ることにして、おじいちゃんと一緒に母屋へ帰り、その晩はおじいちゃんの布団で一緒に寝ました。次の日、午前中、弟と虫捕り遊びをして、帰って早めの昼食をとっていると、何か違和感を覚えました。ああ、そうだ。今日はじいちゃんがいるんだ。よく考えてみると、それまでおじいちゃんと一緒に昼食をとった記憶がありません。いつもお昼の11時半頃から姿が見えなくなっていたのです。その日は村の寄り合いがあるとかで朝から出かけており、11時頃酔っ払って帰ってきて一緒に食卓を囲んだのでした。おじいちゃんは白飯に冷たい麦茶と漬物でお茶漬けにして食べていましたが、途中で食卓に突っ伏して寝てしまいました。私たちは起こしたら悪いと思って静かに食事を済ませて外に遊びに行きました。外に出てから前の晩にちらっと見た孵化室のおもちゃのようなものを思い出し、弟と一緒に見に行くことにしました。それはおもちゃではありませんでした。ペンキのようなもので、表面を朱色に塗られた手鏡。粘土で作られた小さな牛の像。プラスチックの安そうな造花。昨夜はそのカラフルな色合いからおもちゃのように見えたのでしょう。しかし、それらは何に使うものか。全く見当もつきませんでした。私はおじいちゃんが昨夜卵を捨てていたゴミ箱に気がつきました。昨夜は暗くてよくわかりませんでしたが、明るいところで見るとそのゴミ箱の蓋には昔風の線を崩した読めない字で何かが書いてある。古そうな紙が一枚貼ってありました。あ、生まれてるよ。え、何あれ。孵化器を覗いた弟が卵をかえっているのを見つけたようです。私は生まれたてのヒナが見たくて孵化器の扉を開けました。そこにはヒナがいました。しかし、そのヒナは他のヒナとは何かが違いました。よく見ると他のヒナたちと違い、全く震えていませんでした。全くさえずっていませんでした。そして目だけが人間のそれでした。それは、孵化器の棚からどさっと土間へ落ちると、首を振らず、スタスタと歩いていきました。私は、その異様さに、動くことができませんでした。それが、
孵化室を出て西の方へ歩いて行き、見えなくなると、金縛りが解けたように、やっと動けるようになりました。そして弟の方を見ると、弟はよだれをだらだらと流し、目はどこも見ておらず、呼びかけても反応がありませんでした。私が大声で弟の名を何度も呼んでいると、おじいちゃんとおばあちゃんが息を切らして飛び込んできました。おい、見たんか?私はおじいちゃんの形相が恐ろしくて、見てないと答えました。おじいちゃんは私の目を見ながら、見とるじゃろう。どっち行ったんなら。と怖い目で聞きました。あっち。と私は西の方を指さしました。するとおじいちゃんは出入り口のドアの横に置いてあった粘土の牛の像と造花を持って、私の指さした方へ走っていきました。おばあちゃんは弟の名を何度も呼んでいましたが、弟はよだれを流すばかりで何の反応もしませんでした。ひぎょう様と目が合うたんか。おばあちゃんは悲しそうに言いました。もう治らんの?私は弟とそれを見るおばあちゃんに幼いながらもただならぬ様子を感じそう尋ねました。いやー、坊、そこの赤穂に塗っとる鏡を取ってくれ。私が手鏡を渡すとおばあちゃんは、見ちゃいけん。母ちゃんのところへ行っとき、と私を孵化室の外へ出しました。私は母と姉のところへ行きましたが、何と話していいものか、何も言えず母に抱きついていると、弟とおばあちゃんが戻ってきました。私は歩いてくる弟を見て、ああ、何でもなかったんだ。よかった。と、ほっとしましたが、何か弟に違和感を覚えました。話してみると、確かに弟です。一緒に孵化室に行ったことや、昨日のこと、おとといのことも覚えています。しかし、どこか何かが違うのです。母も弟に何かを感じたのでしょう。おばあちゃんに、お母ちゃん、まさか、と言いました。おばあちゃんは悲しそうにうなずくだけでした。母が弟を抱きしめてワンワンと泣いていたのを覚えています。弟はきょとんとしていました。姉は弟を薄気味悪そうに見ていましたが、母が泣くのを見て一緒に泣き出しました。しばらくするとおじいちゃんが帰ってきました。ダメじゃ、間に合わなんだ。そう言って悲しそうに首を振りました。ばあさん、誰かはわからんが、遅うても2、3日のうちじゃろう。喪服を出して、風に当てといてくれ。そう言うと、おじいちゃんは弟を抱きしめ、すまんのう。おじいちゃんが寝とったけ、こがあなことに、ほんまにすまんのう。おじいちゃんは、ボロボロ涙を流して謝りました。弟は、何?おじいちゃん、痛いよ。などと言っていました。
その声、その仕草、確かに弟なのですが、やはりそれは弟ではありませんでした。後からおじいちゃんは言いました。おてんとさんの一番高い時と夜の一番深い時に生まれたひなはお役目を持っとるんじゃ。じゃけ、殺さにゃいけんのよ。夜生まれたひなも非行様になるの？と私は聞きました。誰にそんな？ほうか、ばあさんが言うたんか。いや、違う。夜に生まれたんは、もっともっと恐ろしいもんになるんじゃ。そう言っておじいちゃんは、薄気味悪そうに、孵化室の方を見ました。この時の話は、これで終わりです。後に、私が高校の時に、実家が養鶏場を営んでいる同級生がいました。彼に、貧行様について聞いてみると、最初は何のことかわからない様子でしたが、あの夏の出来事を話すと、ああ、イワシドリのことだな、と言っていました。何でも、今ではオートメーション化が進み、センサーとタイマーにより、自動的に12時と24時に帰りそうな卵は避けられるのだそうです。あれからも毎年実家へ帰省しています。弟は現在元気に小学校で教師をしています。もう以前の弟がどうだったか覚えていません。だからもういいのです。あれから20年も家族として暮らしてきたのですから、もう完全に家族なんです。今からお話しするのは自分の実体験で、なんというかまだ終わってないというか、とりあえずお話しします。自分は23歳の男で、実家暮らしの介護士です。家族は父52歳、母44歳、弟18歳の4人家族で、弟はこの春から就職のため一人暮らしを始める予定で、その日も夕食後、居間で父、母、俺でテレビを見ながら、弟の家はどこにする？とか、一人暮らしで必要なものは？など話しており、弟は自分の部屋で就職に関する支度をしていた。不意に見ていたテレビにノイズが走った。すぐに収まったので、俺は気にせずテレビを見続けながら、でさあ、と話を進めていたんだが、両親に目線を移すと、ある異変に気づいた。両親が口を半開きにして、何かに驚いたように、目を全開に見開き、テレビを見ていた。え？何？どうしたの？自分は今まで見たことのない両親の顔に動揺しながら聞いた。しかし、両親は俺を無視してテレビを見続けた。突然、二人の見開いた目だけが俺を見た。え？そして次の瞬間、まるで今まで何もなかったかのように。でもさ、あの子自炊とかできるのかな？大丈夫じゃないか？なあ。と話し出した。
いや、ちょっと待って、今の何？うちの両親は二人とも普段からあまり冗談とかは言わない方で、昔から固い性格だった。だから冗談でもあんなことをするとは到底思えなかった。今のって？なんかあったか？二人ともきょとんとした顔をしている。両親の性格を知っている自分は、それが誰かを騙すためのリアクションではなく、素のリアクションであることがわかり、同時に違和感を覚えた。え？今のって？両親は覚えていない。自分たちがあんな顔をしていたことを。いや、なんでもない。俺は口ごもり、下を向いた。ところで、お兄ちゃん、いつ死ぬの？は？そうだな、その話もした方がいいな。いつにするんだ？方法は？え？意味がわからなかった。突然のことの連発に、かなり困惑している自分は、俺、と、かなりしどろもどろだった。しかし、両親はまるで当たり前のように話を進めた。こっちも今まで待ってたんだ。そろそろいいだろう。手伝うからね。大丈夫だから、ね。両親はなおも淡々と話している。首吊りは汚いとか、睡眠薬がいいとか、飛び降りは途中で気絶すれば痛くないとか、まるで見たことがあるように。会話の途中でどこが面白いのか笑い声も聞こえた。ちょっと、さっきから何変なこと言ってるんだよ。明らかにいつもと違う両親に不安と怖さを感じて、自分は大声で怒鳴った。両親が自分の方に顔を向けた。その目は左右逆を向いていた。目は左右逆を向いていたが、顔はしっかりと俺の方を向いて、壊れた人形のように繰り返し死ねを連呼していた。自分は耐えられなくなり、弟のいる部屋に逃げ込んだ。うわ、びっくりした。何兄貴。弟は机に座り、書類を書いていた。あのな、父さんと母さんが目が逆で死ねって言って、その前にテレビにノイズが。いやーごめん、何言ってんのかわからん。自分でも何を言っているのかわからなかった。今の自分に怒っていることが理解できなかった。だから、わけがわからなくなり頭を抱えた。とにかく父さんと母さんが変なんだ。弟の口が半開きになり、目は目いっぱい見開かれていた。両親がおかしくなって、弟まで。徐々に弟の目が左右逆を向いていくのを見て、俺は玄関に走った。何なんだ。玄関から外に出る前、ちらっと居間が目に入った。両親がこちらを向いて立っていた。やはり目は左右逆を向いていた。全速力で
人通りが多い場所まで走った。その後少し息を整え、携帯で職場の一人暮らしの先輩に事情を話し、先輩の家に行った。先輩は霊感が強い人で、普通は理解不能な自分の話を真剣に聞いてくれた。そうか。よし、明日知り合いの寺に行って何とかしてもらおう。今日はまず休め。お前ひどい顔してるぞ。その日は先輩の家に泊まった。一睡もできなかったのは言うまでもない。次の日、先輩は夜勤で、俺は休みだった。朝6時、先輩の家から車で30分ぐらいの寺に連れてってもらい、そこの住職に昨夜のことを話した。わかりました。大変だったでしょう。憔悴しきっている。自分の顔を見て、住職は心配そうにそう言ってくださった。その後、そのままではいけないと言われて、先輩と住職と自分の三人で家に戻ることにした。家の中は地獄だった。父は両腕、両足から血をだらだら流しながら、居間と廊下を行ったり来たりしていた。居間の隅には血のついた包丁が数本捨ててあった。父は、あと2往復したら右足の血管を、あと3往復したら二の腕の血管を、ぶつぶつと独り言を言っていた。母は風呂場にいた。満タンに水の張った浴槽に自らの頭を突っ込んでは出してを繰り返していた。自分で自分の頭を押しながら。死ぬ手前、死ぬ手前、死ぬ手前。弟は机に向かって文字を書いていた。ただ、手にはカッターが握られ、机の上には鏡があった。〇〇市、〇〇町。弟は自宅の住所を体に刻んでいた。俺は恐ろしさで泣いた。その後三人とも、なんとか住職さんと応援を頼んだ他の寺の方に助けてもらいました。今は何ともないです。ただ、今でも弟と父の体には傷が残っていて、温泉とか行くとかなり憂鬱な気分になります。あの後、住職さんに聞いて分かったこと。自分の家族があのようになってしまった原因は先祖にあったみたいでした。末代まで呪ってやるという言葉がありますよね。あれのリアルバージョンだったみたいです。しかも呪い方もむごくて、ただ殺すのではなく、家族ができてから乗り移り、ゆっくりと時間をかけて追い詰めていくやり方だと聞かされました。ただ、今回は呪う方も簡単にはいかなかったみたいで。というのも、俺の前世が位の高いお坊さんで、俺が生まれた時から手が出せずにおり、あの夜、しびれを切らせて、家族を使って、俺に圧力をかけたみたいでした。しかし、俺が逃げてしまったので、仕方ないから他の家族だけでも、ということだったそうです。ただ呪いが強すぎて、
住職さんでは完全には取れず、俺以外の家族は常にお守りを持っています。呪いはまだ続いています。今から3年ほど前の出来事です。当時付き合っていた彼氏と同棲することになり、お互い一人暮らしをしていた部屋を引き払い、マンションに引っ越しました。引っ越しの片付けが終わり、私が郵便受けにセットするネームカードに名前を書こうとしていたら、彼が、俺の名前は書かないで、と言うのです。私は不審に思い、理由を問いただしましたが答えてもらえません。そのことで、ちょっとした口論にもなりましたが、彼が頑として譲らないので、結局私が折れたのですが、新聞とくだらないダイレクトメールくらいしか郵便受けに届くものはなかったので、そんなことがあったことさえすぐに忘れてしまいました。同棲を始めて半年ほど経ったある日、朝いつものように新聞を取りに行き、一緒に入っている DM とかチラシだとかを一緒に持って部屋に戻ると、戻ってきた私を見て彼が、あ、と驚いた声を上げました。私が何？と聞く間もないほど素早く、彼は私の手からちょうど一番外側にあったハガキを取り上げました。それ何？と聞いても、何でもない、としか答えず、しつこく聞くと、何でもないって言ってるだろ、というようなことを言って、そのまま寝室に戻ってしまったのです。何なんだと思い、寝室の方へ行くと、彼が誰かと話している声が漏れ聞こえました。そんなに高いマンションではないから、ドア越しに部屋の中の声が、少し聞こえてしまうのです。彼はおそらく電話をしているようで、さあちゃんとか、住所がとか、また来たと聞こえました。女とおぼしき名前が気にはなったけれど、私は仕事へ行かなければならなかったので、無視して会社に行きました。仕事から帰ると、彼はまだ帰宅していませんでした。私は朝のハガキのことを思い出しました。悪いと思わなかったわけではないけど、隠し事をされるのが尺だったので、寝室に置いてある彼のデスクの周りを探してみることにしました。それは結構簡単に見つかりました。なんだこれ？と、私は独り言を言ったのだったと思います。そのハガキには、もちろんマンションの住所と彼の名前が書いてあったのですが、その字が変だったのです。文字によって大きさはまちまちで、あっちを向いたりこっちを向いたり、子供の字と思われるようなものだったのです。差出人の欄には、サオリよりと書いてありました。彼は一人っ子だから、めいっ子もいないし、そんな子供の知り合いがいるなんて聞いたことがありません。変だなと思いながら、はがきを裏返すと、私はますます意味がわからなくなりました。はがきの裏面には何も書いてありませんでした。いえ、正確に言うと、何が書いてあるのかわからなかったのです。一面、茶色に塗りつぶされていたから。それは、絵の具のようなもので塗りつぶしてあるらしく、触っていた人差し指に、茶色の粉のようなものが付着しました。塗りつぶされたハガキというのは、なんだか気味が悪く感じました。
これは一体何なんだろうと考えていると、玄関の扉が開く音がして、私はとっさにハガキをポケットにしまい、寝室を出ました。私は帰ってきた彼の様子がおかしいことにすぐに気がつきました。部屋に入ってくるとき、何度も後ろを振り返ったり、物音がすると異常なまでにビクッと反応したり、とにかく落ち着きがないというか、何かに怯えているようでした。次の日は休日だったので、どこかへ行こうと提案したのですが、彼は相変わらず元気がなく、どこにも行きたくない、何も食べたくないと言いました。私はだんだんイライラしてきて、彼を問い詰めました。だいたい昨日から何なの？沙織って誰？私が怒鳴ると、彼はそれまでうつむいていた顔を上げて、見たの？と聞きました。私はまずいことを言ってしまったかなと思い、ハガキを勝手に見たことを謝りました。悪気はなかったけど、様子がおかしかったから気になった。と言うと、彼はそのハガキのことを話してくれました。ここから先は彼から聞いた話です。彼の両親は共働きだったため、子供の頃、夏休みになると、決まってお父さんの実家に預けられたそうです。その実家というのは北陸の田舎で、ゲームセンターもないような場所でした。だけど彼はそこへ行くのが大好きだったそうです。近所には彼と年の近い子供が数人住んでいて、その中でも特に二人の子供と仲良くなったからです。その二人の友達のことを彼は、さあちゃん、りゅうちゃんと呼んでいました。三人は海へ行ったり、自転車に乗って遠くまで行ったり、夏休みの宿題も少しだけやったり、毎日のように遊んでいたそうです。りゅうちゃんと彼は同い年でしたが、さあちゃんだけは二つばかり年が上だったそうです。ただ、さあちゃんは少し体が弱いこともあり、背丈は男の子二人よりも小さかったそうです。さあちゃんはスプレー式の吸引薬をいつも持ち歩いていたので、今考えれば小児喘息か何かだったのだろうと彼は言っていました。小学校四年生だった夏休みのある日、昼間に彼の祖父の家でテレビで怖い話を見ていた三人は、夜、肝試しをすることを思いつきました。言い出したのはリュウちゃんでした。今から神社に何か宝物置いてきてさ、それを夜取りに行こう。リュウちゃんはそんなことを言ったのだそうです。怖がりの彼は嫌だなと思いましたが、弱虫だと思われたくなかったので、楽しんでいるふりをしました。ともかく彼らは宝物として何を置いてくるか考えたのですが、人形やおもちゃはなくなっていたら嫌だし、何にしようと考えあぐね、最終的に絵はがきを選びました。その絵はがきは祖父の引き出しの中から見つけたもので、日本風の女の人が描かれた絵はがきだった。と彼は言っていました。目的の神社は彼の祖父の家から自転車で少し行ったところにあったそうです。三人はいつものように自転車に乗り、はがきを置きに行きました。その神社はいわゆるお稲荷さんというのでしょうか。建物自体もそれほど大きくはなく、小さなお賽銭箱と境内があるだけのひっそりとしたものだったらしいです。彼らがそこを選んだ理由は、
神社やお寺は怖いという子供らしい発想だけでした。心霊スポットになっているわけでも、いわく遊園があるわけでもない普通の神社だったのです。神社に着いた彼らは、はがきを隠しておく場所を探し、最終的には、りゅうちゃんの提案で、お賽銭箱の向こうにある、境内の廊下の板と板の隙間に立てて差し込んでおくことになりました。三人は、ワイワイ騒ぎながら神社の敷地を出たのですが、自転車に乗ろうとすると、さあちゃんがついてきていませんでした。さあちゃんは彼らから十歩ほど後ろで振り返って境内の方を見ていたようです。さあちゃん、行こうよ。こちらに背を向けたさあちゃんに彼らは声をかけましたが、さあちゃんは振り返りません。大丈夫だって、誰も取っていかないよ。だってこの神社、いつも誰もいないじゃん。りゅうちゃんはそう言って、さあちゃんをせかしました。さあちゃんがいつまでも振り返らないので、彼はなんだか怖くなったそうです。さあちゃん！彼はたまらず大きな声でさあちゃんを呼びました。すると、さあちゃんははっと振り返って、二人の方に走ってきました。早く帰ろう。彼は自転車にまたがりました。うん。だって、神社の中から誰かこっちを見てたよ。さあちゃんは困った顔で言いました。りゅうちゃんはそんなことないよと笑っていましたが、彼は本当は怖かったのだそうです。あの時、やっぱりやめようって言えばよかったんだ。はがきなんかどうだってよかったのに、捨ててくればよかったんだ。彼はその話をしながら震えていました。タバコを吸いながら話していたのですが、指先が震えてハラハラと灰が舞いました。私はティッシュで何度も灰皿の周りを拭いました。ともかく子供たち三人は親たちが寝静まってからこっそり家を出ました。怖くなかったのかと聞いてみると、怖いというより家の者に黙って夜外出するという初めての冒険のスリルの方が勝っていて、誇らしいようなドキドキするようなそんな気持ちだったそうです。夜の神社は昼間見るよりずっと不気味だったそうです。田舎ですから街灯もまばらで、さらに神社の敷地内は鬱蒼と木が茂っていたので、ほとんど光が届かず、嫌に境内が大きく見えたそうです。鳥居からお賽銭箱まではほんの数十メートルの距離でしたが、木に囲まれた暗い敷地に入るのは勇気のいることでした。りゅうちゃんの持ってきたたった一つの懐中電灯は頼りなく、彼は汗びっしょりになってさあちゃんの手を握りしめました。三人はしばらく手をつないで、神社を外から眺め、りゅうちゃんの、行こう、という合図で敷地に入りました。敷地の中は風の音がより大きく聞こえ、どれも大きな木だというのに、風でぐらぐらとしなっていたそうです。りゅうちゃんは小さい声で冗談を言って、無理に明るく振る舞おうとしているのが見え見えでした。さあちゃんは何も言わずに、ただついてきました。彼は心の中で、できるだけ明るい歌を歌っていたそうです。お賽銭箱にたどり着くと、りゅうちゃんが、あれ？と叫びました。境内の板の隙間に挟んであったはずのはがきが、お賽銭箱の上に
置いてあったからです。なんだよ、やっぱ誰か見てたのかな。リュウちゃんがそう言って、絵はがきを手に取り、懐中電灯で照らしました。うわ！リュウちゃんは慌ててはがきを振り払うようにしました。彼はリュウちゃんの落としたはがきを拾い上げ、絵のある面を見て血の気が引きました。絵はがきに書いてあった絵が真っ赤に塗りつぶされていたのです。私はそこまで話を聞いて、そんなの誰かのいたずらでしょ？そのさーちゃんって子が言った通り、誰かが見てたんじゃないの？と言いました。すると彼は、なおも震えながら、こう言いました。だっておかしいじゃないか。あの日はすごく風が強くて、大きな木がぐわんぐわん揺れて、落ちた葉っぱが舞ってたんだ。なのに、どうしてあんなはがきだけ、賽銭箱から吹き飛ばされなかったんだよ。そうして彼はまた話を続けました。はがきを見た後、彼らは叫びながら一目散に駆け出しました。神社の敷地の外まで一気に走り出ると、さあちゃんが来てないと、リュウちゃんが叫びました。二人が後ろを振り返ると、さあちゃんがお賽銭箱の前にうずくまってるのが見えました。さあちゃん、早く帰ろう。何してるんだよ。さあちゃん、こっち来いよ。夜中だということも忘れて、二人は大きな声でさあちゃんを呼びましたが、さあちゃんはうずくまったまま動きません。リュウちゃんは泣いていたそうです。彼は自分も泣いていたかもしれないけどわからないと言っていました。二人はまたお賽銭箱へ引き返し、さあちゃんに走り寄りました。さあちゃんは絵はがきを片手に掴んだまま、ゲーゲーと何かを吐くような音を出していました。さあちゃん、行こうよ。リュウちゃんは泣きながらさあちゃんの腕を引っ張りましたが、さあちゃんは地面に膝をついてゲーゲー言っているだけで動きません。さあちゃん、薬は？シューってするやつどこ？彼はさあちゃんが喘息の発作を起こしているのだと思い、さあちゃんの顔を覗き込んで尋ねました。しかし、さあちゃんは何も言わず、しまいに、とうなり、苦しげに地面をかきむしり始めたのです。父ちゃん呼んでくる。リュウちゃんはそう言って神社を駆け出していきました。彼はその時、神社に取り残されることよりも、はがきよりも、ただ大人たちに怒られることが怖かったのだそうです。彼はさあちゃんの背中をさすりながら、大丈夫？大丈夫？と繰り返すことしかできませんでした。すると突然、さあちゃんが彼の腕をぎゅっとつかみました。そして彼の方に顔を近づけて、病を、と言ったのだそうです。正確には覚えていないけれど、そんな発音だったようです。彼はその時のさあちゃんの顔が忘れられないと言います。さあちゃんは白目を向いて口の端からよだれを垂らし、反響しているような低い声でその不思議な言葉を言ったのだそうです。彼は叫ぶことさえできずに固まってしまいました。夜中にそんなことするからだ。泣くなバカ。大人の怒鳴り声がして、はっと我に返ると、大泣きしているリュウちゃんを連れて、大人たちが敷地に入ってくるところでした。さあちゃんはまだうずくまって、ゲーゲー吐いていました。さあちゃんはリュウちゃんのお父さんに抱えられて、
あとの二人は泣きながら大人たちについて帰ったそうです。リュウちゃんと彼は次の日こっぴどく叱られたそうです。説教が済んだ後彼は、あの絵はがきは何？どうなったの？と聞いても答えはなく、さあちゃんのことを聞いても、病気でしばらくは遊べない、というだけで、詳しいことは聞けなかったのだそうです。その後、夏休みが終わって、彼は家に帰ることになりました。見送りの日、リュウちゃんは、来年もまた来いよ、と言いましたが、実際にはそれが、リュウちゃんと会った最後になりました。彼は、次の年から田舎に行くのをやめてしまったのだそうです。そんなにハガキが怖かったの？と聞くと、彼は首を横に振りました。彼はあの年、夏休みが終わる前に恐ろしいものを見たのだそうです。真っ赤に塗りつぶされたハガキより、はるかに恐ろしいものを。絵はがき事件から数日後、彼は一人でさあちゃんの家を訪ねました。彼は彼なりに、さあちゃんが病気になったことを気に病んでいたのだそうです。しかし、さあちゃんの家にはあげてもらえませんでした。沙織はもう、ヒロ君たちとは遊ばないから。玄関に出てきたさあちゃんのお姉さんは、にべもなくそう告げました。さあちゃんにはかなり年の離れたお姉さんがいて、そのお姉さんはいつも三人にとても優しかったので、彼はその冷たい対応にショックを受けたと言っていました。おそらく彼はそのお姉さんのことが好きだったのでしょう。彼はそうは言いませんでしたが、そのお姉さんが彼の初恋だったのだと思います。面会を断られた彼は、さあちゃんの家の裏庭に回りました。さあちゃんの家は大きな平屋で、窓からならさあちゃんが気づいてくれると思ったのです。裏庭にある大きな岩の陰からさあちゃんの部屋を覗くと、さあちゃんは一人で布団に座っていたそうです。さあちゃんと声をかけようとして、彼はその言葉を飲み込みました。さあちゃんが突如自分の体をかきむしり始めたからです。パジャマをまくって腕をかきむしったり、バリバリと激しく顔をかいたり、かいたところからは血が出ていたそうです。彼はぎょっとして、ただ外からさあちゃんを見ていました。さあちゃんは突然、体をかくのをやめて、けたたましく笑い出しました。それは外にいてもはっきり聞こえるほど大きく、甲高い声でした。彼は、岩の陰でガタガタ震えていました。さあちゃんは座ったまま少し顔を上げて口を歪めるようにして笑い続けています。さあちゃんの笑い声を背中に聞きながら彼は転ぶように走って祖父の家に逃げ帰りました。そして生まれて初めて早く夏休みが終わればいいと願い来年からはもう二度とこの土地には来ないと決めたのだそうです。目が笑ってなかったんだよ。彼はその話をしながら、ぎゅっと自分の片腕を握りしめました。彼はいつの間にかびっしょりと汗をかいていて、それなのに顔は真っ青になっていました。その後、さあちゃんとはもちろん、りゅうちゃんとも疎遠になってしまったため、あの肝試しの日の恐ろしい出来事も、さあちゃんの家で見た不気味な光景も、時が経つにつれて
彼は忘れてしまったそうです。忘れたというか、思い出さなくなったと言うべきでしょうか。しかし、彼が大学入学を機に上京した年の秋、彼のもとに突然リュウちゃんから電話がかかってきたのだそうです。サーちゃんがいなくなった。リュウちゃんはそう言いました。サーちゃんはあの後、学校にも来なくなり、ずっと家にこもっていたそうです。ただ、リュウちゃんも地元の中学を卒業後、進学校に通うため県内の別の地域に下宿していたので、中学以降のサーちゃんのことはあまりよく知らないようでした。急に電話なんかして悪いとは思ったんだけど、ほら、あんなこともあったしさ。でも、リツコさんがお前に連絡しろって聞かないんだよ。リツコさんというのは、サーちゃんのお姉さんです。なんで？俺ずっとサーちゃんには会ってないよ。知ってる。でもリツコさんが、サーちゃんはヒロ君のところに行ったかもしれないって。知らないよ。だって。彼は最後に見た不気味なサーちゃんの様子を口走りそうになり、慌てて口をつぐみました。そうだよな。でも、リツコさんが、沙織はヒロ君が好きだったし、あの後も、ヒロ君はいつ来るのって、夏になるたび言ってた、なんて言うから断れなくて。握りしめた受話器が、汗でぬるぬると滑りました。サーちゃんが来たらと思うと恐ろしくて、眠れなかったそうです。しかし、サーちゃん本人がやってくることはありませんでした。その電話から10日ほどして、彼が大学から帰ってくると、郵便受けに一通のハガキが届いていました。それには子供の字で、宛名と宛先、そして差出人として、沙織より、と書いてありました。驚いてハガキを裏返すと、裏面は茶色く塗りつぶされていました。そして、塗りつぶした部分や、色の薄いところから、見覚えのある絵が覗いていました。そう、それは彼らが、あの肝試しで使った、古い絵ハガキだったのです。彼は手にじっとりと汗をかきながら、はがきを部屋に持ち帰りました。気味が悪かったけど、捨てたらもっと悪いことが起こる気がしたそうです。その後、毎年同じ時期になると、彼の元にはさーちゃんからのはがきが届くのです。いつも同じように、一面茶色に塗った不気味なはがきが、彼は私と一緒に暮らし始めた時、これでさーちゃんのハガキから解放されると思ったそうです。そういえば、私が学生時代の恩師や友人に転居の連絡をしていても、彼がそんな連絡をしているのは見たことがありませんでした。彼はさーちゃんがどこかで見ているかもしれないと思ったので、郵便受けに名前を出すのを拒んだのでしょう。でも、さーちゃんからのハガキは届いてしまったのです。しっかりと部屋番号まで入った宛先で、幼い子供の時代のまま、さーちゃんは彼にハガキを送り続けているのです。さーちゃんは行方不明のまま、未だに見つかっていません。でも、最初のハガキは一体何だったのでしょう。さーちゃんは神社で何を見たのでしょう。さーちゃんがおかしくなったのはそのせいなんでしょうか。病音って一体何のことなんでしょう。さーちゃんはどうして彼の住所を知っているのでしょう。
わからないことだらけですが、たった一つだけわかることがあります。それは、来年も再来年もその次も、彼のもとには、さあちゃんからのハガキが届き続けるだろうということです。これは去年の夏の話。男友達の企画で合コンをやることになった。当時俺たちは30歳手前で男3人。集まった女性も20代後半でみんな落ち着いた感じだった。はじめましてなどと挨拶をしながら近くの居酒屋に入る。会話もそこそこ盛り上がり、というかかなり当たりの合コンだったと思う。10時過ぎになり、友達の家でみんなで飲み直そうという話になった。俺はというと、その中の一人を結構気に入っていた。エスニック風なロングヘアのいい雰囲気を持った子だった。なので、もう少し話したいのもあり、友人宅への移動に大いに喜んだ。いろいろと買い集めて、支度が整ったのが11時前、二次会が始まった。友人宅は 1LDK という広さで、多少であれば夜中でも話していて迷惑にならない立地だったので、飲み会のテンションを維持しつつ、時刻が1時に差し掛かろうという時間帯だった。もう一人の友人が、牛蜜時まで百物語風で怖い話を話さない?と言い出した。夏の定番といえば怖い話。気遅れしながらも全員でやることになった。ろうそくなんてなんで買ったのか疑問だったが、つまりはこういうことだったのか、と俺は一人納得していた。俺は怖い話というのは9割が作り話だと思っている。残りの1割はどうにも説明がつかないが、実は別に心霊現象ではなく、雰囲気に飲まれ心霊現象だと勘違いしてしまう例。だが、その中でも多分だけど、本当に説明のつかない事例もあると思う。一つ、また一つと話す友人たちや女性たちの話は、まさしく前者の話だったと思う。そうして、俺の番が回ってきた。俺には、小学生低学年の頃、とても仲の良い、二人の友人がいた。一人をやっちゃん、一人をよしくんと言って、やっちゃんは同い年で、よしくんは2歳年上だった。家も近所で、毎日よしくんの家で遊び、よしくんの家の人は仕事で出ていることが多く、毎回お菓子をもらって帰っては親に怒られた。だけど当時の三人は本当に仲良しで、外に出れば子供特有の感覚で新しい遊びを探し出した。あえて地名を出すが、千葉県市川市の某所に寂れた神社がある。その神社を中央にして500メートルくらいの直線の出入り口があり、よしくんの家から遠い出口の付近に廃屋となった建物があった。当時の少年たちの間では、その家の話は禁忌とされていて、近づくと呪われる、白い服を着た女の幽霊が出る、などと今思うと馬鹿らしい噂が立っていた。でも実際そこに足を踏み入れた強者も数多く、勇気を示す場としても有名な場所だった。
誰が言い出したか覚えていないが、いつの間にか俺たちはその廃屋へ行って勇気を示さなければならないという話になっていた。もちろん三人の間だけでの話だ。そしてある日、そこに俺たちは足を運んだ。恐怖と子供特有の高揚があったと思う。とにかくドキドキしていた。その廃屋は周囲がすべて雑草で覆われていて、整理されていればかなりの広さの庭があったのではないかと思う。そしてその庭の周りは大きな木で囲われていた。誰から入ったかは覚えていない。何しろドアがついていなかった。覚えているのは、やっちゃんがやたらと怖がって泣いていたのと、異常に古そうな新聞紙が散乱している一部屋があったこと。そして、よしくんが蒼白な顔で、もう帰ろう、と言い出したこと。よしくんは年長者だったので、三人のリーダーだった。そうして、初めての探検は終わり、泣き止まぬやっちゃんの手を引いて、俺たちは家へと帰った。その時、泣きじゃくっていたやっちゃんを、俺たちは、弱虫というレッテルを貼ってからかった。だからだと思う。やっちゃんは、もう一度あの廃屋へ行きたいと言い出したのだ。俺はその日に限っていとこが家に来ていて参加することができなかった。怖かったのもあったので参加できないことを喜んでいたと思う。事件が起きたのはその日だった。その廃屋でやっちゃんの母親が自殺した。首を吊っていたのだ。目撃したのはやっちゃんとよしくんの二人。俺が参加していれば三人になっていただろう。とにかくどうやって対応したのかはわからないが、警察やらが集まり結構な大騒ぎになった。正直その話を聞いたのは翌々日くらいだったと思う。その廃屋と俺の家が少し離れていたのもあって、パトカーのサイレンが鳴り響いていたという記憶がない。夏休みということもあり、噂話が届かなかった。それ以来、当然というか、やっちゃんと顔を合わせなくなった。俺はよしくんと二人で遊んでいたが、だんだん気まずくなり、少しずつ遊ぶ回数が減っていった。夏休みが終わり、学校が始まったが、やっちゃんは登校してこなかった。その頃にはもう噂は広まりきっていて、やっちゃんが登校しない理由は暗黙の了解で誰も触れることをしないようになっていた。俺は毎朝、よしくんとやっちゃんと三人で登校していたので、それからはよしくんと二人で登校することになった。取り除けないしこりを持ちながらも、俺たちは精一杯楽しくなるよう登校していたと思う。だが、ある日突然、よしくんが変わった。登校の待ち合わせ場所に行くと、下を向いて俺を待っていたよしくん。おはようと言っても返事はなく、どうしたの?と言っても返事はない。だが、以前と同じように登校する。変わったのは、口数が異常に減ったこと。例の事件が関係しているのではないか、と思うのは、子供でも間違いなく気づく。俺はしつこく彼に詰め寄った。何があったのか、やっちゃんが関係しているのか、あの廃屋が関係しているのか、しまいには
話してくれないなら絶交する、などと、何ともむごいことも言った。するとしばらくして、彼がぽつりぽつりと話し始めた。ここから先は、俺にも真実のほどはわからない。だが、よし君はこう語った。先日彼は、やっちゃんの姉と同行した。やっちゃんの姉は、よし君と同い年で、彼女からの願いで、あの廃屋へ連れて行ったのだという。だが彼女は少し、知恵が遅れている様子で、ことの重大さは分かっていなかったのではないかと思うが、とにかく二人で廃屋に行ったのだという。そして、扉のない玄関をくぐると、やっちゃんがいたらしい。天井を見上げたまま、と、気の抜けた声を出し、その視線の先には、やっちゃんの母親がいたという。当然、その時点で現場にやっちゃんの母親の遺体があるわけもなく、今起きている状況の異常さに、よし君は逃げ出そうとした。だが、後ろにいたやっちゃんの姉が、よし君の手を引っ張り、誰にも言っちゃダメだよ、と言ったらしい。誰にも言ってはいけない話を、よし君は俺にしてしまった。俺が絶交するなどと言ったばかりに。そして、すべてを話したよし君は泣きじゃくって、どうしよう、どうしよう、とわめいた。俺はどうすることもできず、ひどいことをしたと思うが、家へと逃げ帰った。不登校になってしまったやっちゃんは、どこかへ転校してしまい、それ以来会っていない。そうして、よし君とやっちゃんとの関係は、一気に疎遠になってしまった。それから数年が経ち、俺が高校生になってしばらくした頃だった。久しぶりに、よし君から電話があったのだ。小学校低学年の時から数えて、もう何年も話していないので、何を話していいかわからない相手だった。久しぶり、と挨拶をして以降、会話が続かない。そうしていると、よし君が切り出した。この間さ、マリちゃんから電話があったんだ。俺は何のことか全くわからなかったが、記憶を総動員して、マリちゃんというのが、やっちゃんの姉だということを思い出した。そして、よし君は続けた。前話した空き家のこと覚えてる？マリちゃんがお前にあのことを話したの怒ってるんだ。つまり、彼女はなぜか、よし君が俺に廃屋で体験した話をしたことを知っていて、誰にも言っちゃダメだと言ったのに、話したのを怒っているという。どうしたらいいかな。マリちゃんが怒ってるんだ。俺、マリちゃんに言わないでって言われたのに、どうしたらいいかな。何度も、何度も、壊れたテープレコーダーのように繰り返すよし君。俺は怖くなって電話を切った。二度とよし君からは電話はかかってくることはなかった。なぜかというと、その後しばらくして、よし君は猟銃で頭を撃って、自ら命を絶ったからだ。なぜ猟銃を所持していたかはわからないが、うちの親の話によると、よし君の親が趣味で猟をしていて、それでその猟銃を使ったのだという。そうして、俺の中での廃屋事件は幕を閉じた。
話し終えてろうそくの火を消すと、二時を回っていて、一周して友人が新しい怖い話を始めた。そうやって十個程度の怖い話を終えて、百物語風の怪談肝試しは終わり、最後のろうそくが消された。だからといって、漆黒の部屋で何かが起きたわけでもなく、男女三人ずつの部屋でそういうことが起きたわけでもない。全員が節度を守り、理性を保って、明け方まで眠い目をこすって起き続け、俺はお目当ての子をどうにか送っていくという状況にこぎつけた。二人でタクシーに乗り、彼女の家の近くまで到着し、タクシーを降りる。すると彼女が、少し話したいことがあるから、と言い出した。俺は大きな期待で胸が跳ねたが、彼女の話したいことは、俺が意図することとは、全く別だった。しばらく押し黙ったままでいた彼女は、さっきの怖い話のことだけど、と切り出した。俺は怖い話のことなどをすっかり忘れていたので、拍子抜けして、ああ、それがどうしたの?と聞き返した。すると彼女は、あの話嘘でしょ?と言ってきた。そう、さっきみんなの前で語った話は、9割が作り話だ。やっちゃんの両親は健在だし、お姉さんも元気だ。廃屋があったのは本当だが、そこで何かが起きたわけじゃない。新聞紙の散乱する部屋はあったが、結局何も起きず、現在は取り壊されている。だが、ただ一つ本当のことがある。それは、ヨシ君が猟銃で自殺したということだ。そして問題なのは、なぜ彼女がその話を嘘だと見抜いたのかということだ。俺は動揺しながらも、なんでわかったの?俺嘘つくの下手だからかな?などと笑うと、彼女は真面目な顔で、あの話、二度としない方がいいよ、と言う。何か気迫のようなものに気をされたのかもしれない。俺が何も言えずにいると彼女は続けた。君が話している間ずっと君の後ろで嘘つき、嘘つきって言ってる人がいたの。気づかなかった?ちょっと太めでくせ毛の子。あれがヨシ君でしょ?彼怒ってたからもう二度と話さない方がいいよ。俺は恐怖しながらも彼女の言葉の裏を取ろうとヨシ君の特徴を聞いてみた。が、彼女の話す特徴はヨシ君の特徴とぴたりと合っていた。メガネで、太めで、くせ毛。鼻の横に大きなほくろ、垂れ下がった目。まだあったと思うが、ヨシ君を直接知っていたという可能性を除けば、彼女の言うことが本当だということになる。もう春だから、もうすぐ一年になる。それまで誰にもこの話は話さなかった。ヨシ君は、怒っているだろうか、俺の身に何か起きるのだろうか。現在、仕事も何もかもうまくいかず、自暴自棄になって話してみた。何か起きたなら、それはそれでもうどうでもいい。死ぬんだったら、ありえない現象を見てから死にたい。もうどうでもいい。信じる、信じないは任せますが、本当の話です。
先日、アンティーク好きな彼女とドライブがてら骨董品やリサイクルショップを回ることになった。僕もレトロゲームとか古着が好きで、掘り出し物のファミコンソフトや古着などを集めていた。買うものは違えども、そのようなものが売っている店は同じなので、楽しく店を巡っていた。お互い掘り出し物も数点買うことができて、テンションが上がったまま車を走らせていると、一軒のボロい店が目についた。おお、意外とこんな錆びれた店にレア物が眠ってたりするんだよな。浮かれる僕を冷めた目で見る彼女と一緒にその店へ入った。コンビニ程度の広さの小さな店だった。主に古本が多くて、家具や古着の類はあまり置いてないようだった。もう出ようか、と言いかけたとき、あ、と彼女が声を上げた。僕が駆け寄ると、ぬいぐるみや置物などが詰め込まれたバスケットケースの前で彼女が立っていた。なんかあったの？これすごい。そう言うと彼女はバスケットケースの一番底に押し込まれるようにあった正二十面体の置物をぬいぐるみや他の置物をかき分けて手に取った。今思えばケースの一番底にあって外からは見えないはずだったのになぜ彼女に見えたのか。不思議な出来事はここからすでに始まっていたのかもしれない。何これ、プレミアモン？いや、見たことないけど、この着物を買おうかな。まあ、確かに何とも言えない落ち着いた色合いのこの着物。オブジェとしては悪くないかもしれない。僕は、安かったら買っちゃえば？と言った。レジにそれを持っていくと、おじいさんが古本を読みながら座っていた。すいません、これいくらですか？その時、僕は見逃さなかった。おじいさんが古本から目線を上げて、その正二十面体を見た時の表情を、驚愕としか表現できないような表情を一瞬顔に浮かべて、すぐさま普通のおじいさんの表情になった。ああ、これね、いくらだったかな。ちょっと待っててくれる？そう言うとおじいさんは奥の部屋に入っていった。奥さんらしき人と何か言い争っているのが断片的に聞こえた。やがてじいさんが一枚の黄ばんだ紙切れを持ってきた。それはね、いわゆるおもちゃの一つでね、リンフォンって名前で、この説明書に詳しいことが書いてあんだけど、じいさんがそう言って、黄ばんだ紙を広げた。ずいぶんと古いものらしい。紙には、例の正二十面体の絵と、リンフォンと英語で書かれていて、それが、熊、鷹、魚に変形する経緯が絵で描かれていた。わけのわからない言葉も添えてあった。じいさんが言うにはラテン語と英語で書かれているそうだ。このようにこの置物がいろんな動物に変形するんだ。まずリンフォンを両手で包み込んで、おにぎりを握るように撫で回してごらん。彼女は言われるまま、リンフォンを両手で包んで、握るように撫で回した。
すると、カチッという音がして、正二純面体の面の一部が隆起したのだ。わあ、すごい。その出っ張った部分を回してみたり、もっと上に引き上げたりしてごらん。じいさんに言われた通りに彼女がすると、今度は別の一面が陥没した。すごい、パズルみたいなもんですね。この仕組みを言葉で説明するのはすごく難しいんだけど、トランスフォーマーというおもちゃをご存知だろうか。カセットテープがロボットに変形したり、拳銃やトラックがロボットになる、と昔流行ったおもちゃだ。このリンフォンも正二十面体のどこかを押したり回したりすると、クマやタカ、魚などいろんな動物に変形する、と、こんな感じで想像してもらいたい。もはや彼女はリンフォンに興味津々だった。僕でさえすごいおもちゃだと思った。それでおいくらなんでしょうか？それね、結構古いもんなんだよね。でも私らも置いてあることすら忘れてたし。よし。特別に1万円でどうだい？ネットなんかに出したら好きな人は数十万でも買うと思うんだけど。そこは値切り上手の彼女のことだ。結局は6500円にまで負けてもらって、ホクホク顔で店を出た。次の日は月曜日だったので、一緒にレストランで晩飯を食べ終わったら、お互いすぐ帰宅した。月曜日、仕事が終わって家に帰ると彼女から電話が来た。ねえ、あれすごいよリンフォン。ほんとパズルって感じで動物の形になってくの。仕事中もそればっか頭にあって手につかない感じで、マジで下手なテレビゲームより面白いよ。と、一方的に興奮しながら彼女は喋っていた。電話を切った後、画像が送られてきた。リンフォンを握っている彼女の両手が映っていて、リンフォンから突き出ているクマの頭部のようなものと足が2本見えた。よくできてるなぁと感心して、そのような感想をメールで送り、やがてその日は眠った。次の日、仕事の帰り道を車で移動していると、彼女からメールが来た。本当面白い。昨日徹夜でリンフォンいじってたら、とうとうクマができた。見に来て。というような内容だった。僕は苦笑しながら、車の進路を彼女の家へと向けた。なあ。徹夜したって言ってたけど仕事には行ったの？つくなり僕がそう聞くと、行った行った。でもおかげでコーヒー飲みすぎて気持ち悪くなったけど、と彼女が答えた。テーブルの上には四つ足で少し首を上げたクマの形になったリンフォンがあった。おお、マジですごいな。仕組みはどうやってできてんだろう。すごいでしょ？ほんとハマるんだよ、これ。次はこのクマからタカになるはずなんだよね。早速やろうかなと思って。おい、さすがに今日は徹夜なんかするなよ。明日でいいだろ。それもそっか。というわけで、その日は食事をしてから僕は家に帰った。水曜日。通勤帰り、今度は僕からメールをした。ちゃんと寝たのか？昨日はちゃんと寝たよ。家から帰って続きが楽しみ。と返事が返ってきた。そして夜の11時くらい。僕がゲームに夢中になっていると、
画像付きのメールが届いた。タカができたよ。ほんとリアル。これ作った人天才だよね。添付されている画像を開くと、翼を広げたタカの形をしたリンフォンが映っていた。素人の僕から見てもかなり精巧な作りだ。今にも羽ばたきそうなタカがそこにいた。もちろんおもちゃだし、ある程度はデコボコしているんだけど、それでもよくできていた。すげえな、あとは魚だけじゃん。でも夢中になりすぎずゆっくり作れよな。と返事をして、その日は眠った。木曜の夜、僕が風呂から出ると携帯が鳴った。彼女からだった。ねえ、さっき電話してきた？いや、どうして？5分くらい前から30秒間隔ぐらいで着信が来るの。通話ボタン押しても、なんか街の雑踏のざわざわしてるみたいな、大勢の話し声みたいなのが聞こえてきて、すぐ切れちゃうの。着信見たら、普通は番号が表示されるか、非通知とか公衆とか、そういうのが出るよね。でもその着信見たら、かなたって出るの。こんなの登録もしてないのに、なんだか気持ち悪くて。そっか、そっち行こうか？ううん、今日はもう電源切って寝る。あ、そうか、まあなんかの混戦とかじゃない？ああ、ところでリンフォンどうなった？魚は？ああ、あれもうすぐできるよ。終わったら貸してあげようか。うん、楽しみにしてるよ。金曜日、奇妙な電話のことも気になった僕は、彼女に電話して家に行くことになった。リンフォンはほぼ魚の形をしており、あとは背びれや尾びれを付け足すと完成、という風に見えた。昼間、また変な電話があったって？うん、昼休み、ご飯食べてたら携帯が鳴って、今度は普通に非通知って鳴ってたから出てみたの。そしたら、出してって大勢の男女の声が聞こえてきて、それで切れた。やっぱ混戦かいたずらかな。明日携帯ショップ一緒に行ってみる？うん、そうだね。そうしようか。その後、リンフォンについて話をしながら、魚を完成させるため、いろいろいじっていたんだけど、なかなか、尾びれと背びれの出し方がわからない。やっぱり、最後の最後だから、難しくしてるのかな、と言い合いながら、四苦八苦していた。やがて眠くなってきたので、次の日は土曜だし、着替えも持ってきた僕は、彼女の家に泊まることにした。そうして夜嫌な夢を見た。暗い谷底から大勢の裸の男女が這い上がってくる。僕は必死に崖を登って逃げる。あと少し、あと少しで頂上だ。助かる。そして頂上に手をかけたその時、女に足をつかまれた。連れてってよ。汗だくで目覚めた。まだ午前5時過ぎだった。再び眠れそうになかった僕は、ぼーっとしながら布団に寝転がっていた。土曜日、携帯ショップに行ったが、大した原因は分からずじまいだった。そして話の流れで気分転換に占いでもしてもらおうかということになった。市内でも当たると有名な猫おばさんと呼ばれる占い師のおばさんがいる。自宅に何匹も猫を飼っていて、
占いも自宅でするのだ。ところが予約がいるらしく電話をすると、運よく翌日の日曜日アポが取れた。その日は適当に買い物をして外泊をした。日曜日、昼過ぎ猫おばさんの家に着いた。予約したものですが、空いてます、どうぞ。玄関を開けると廊下に猫がいた。僕たちを見ると猫はキャッと威嚇をして奥へ逃げていった。廊下を進むと妖魔に猫おばさんがいた。文字通り猫に囲まれている。だが僕たちが入った瞬間、一斉に親の仇でも見たような声で威嚇して、猫たちはチリチリに逃げていった。彼女と困ったように顔を見合わせていると、すみませんが帰ってください、と猫おばさんが言った。ちょっとムッとした僕はどういうことか聞いてみた。私が猫をたくさん飼ってるのはね、そういうものに敏感に反応してるからなんです。猫たちが占っていい人と悪い人をより分けてくれてるんですよ。こんな反応したのは初めてです。僕はなぜかひらめくものがあって、彼女への妙な電話、僕の見た悪夢をおばさんに話した。すると、彼女さんの後ろに動物のオブジェのようなものが見えます。今すぐそれを捨てなさい、とおばさんはしぶしぶ答えた。それがどうしたのかと聞くと、お願いですから帰ってください。それ以上は言いたくもないし、見たくもありません、とおばさんはそっぽを向いた。彼女も顔面蒼白になっている。僕は執拗に食い下がって、あれは何なんですか？呪われてるとか、よくアンティークにありがちなやつですか？と、おばさんが答えるまで何度も何度も聞き続けた。するとおばさんは立ち上がり、あれは凝縮された極小サイズの地獄です。地獄の門です。もう帰ってください。代金はいりません。この時の絶叫したおばさんの顔が何より怖かった。その日、彼女の家に帰った僕たちはすぐさまリンフォンと黄ばんだ説明書を新聞紙に包んでガムテープでぐるぐる巻きにしてゴミ捨て場に捨ててきた。数週間後、彼女の家に行った時、アナグラム好きでもある彼女が紙とペンを持ってこう言い始めた。リンフォンって R-I-N-F-O-N-E の綴りだったよね。偶然というかこじつけかもしれないけど、このアルファベットを並べ替えるとインフェルノ、地獄とも読めるんだけど、魚完成してたら一体どうなってたんだろうね。僕の口からは乾いた笑い声しか出てこなかった。あれがゴミ処理場で処分されていること、そして二つ目がないことを僕は無意識に祈っていた。